こんにちは、ゼキザップです。今回は東京モーターサイクルショー2024の様子をお届けしたいと思いますので、よろしくお願いします。西2のです、ね、西2だね。下じゃないですか。本当だ。あ、今回こっちなんだ。今回はなんかホンダとね、国産がまた別個別個で、なんかハーレーの隣になってますね。ホンダグッズ株市販予定です。はい、じゃあ皆さんこれ株主総会で、デビューしましょうか。ね、ね、このプレミアムタンブラー欲しいんですよ。めちゃくちゃ高いですよ。めちゃくちゃね。プレミアム。プレミアム。大ネタ。ね、すごいね、スズメバチ。女子受けしそうな、ちょっと女子 YouTuber 受けしそうな感じのね、はい。GB350 カスタムっていうことだよね。はい、もうこの辺の、バックステイっていうかね、ガイドも入っていて、ちょっと後ろのマフラーもキャプトン風になってますよね。はい、それでは来ました、ホンダアパレルコーナー。あー、いいですね、 GB シルエット。はい、出ました、ダックス。こういうのもあるんですね、ミリタリー感ね。これもおしゃれなね、バック。あれかーかー、あー、現行に来るともう初期型から。あー、これね、お客さんにプレゼントしたいっていうとみんなにやらないといけないから大変になっちゃうけどね。はい、さあ、ゼキさん、もうそろそろあの靴を、買い替えてはいかがでしょうかね。ちょっと白い汚れちゃうから、このグレーかこのブラックね、あのタイチとホンダのコラボなんで、はい、いいかなと思います。ぜひ皆さん、その時にあの際はガラポン回してください。ね値段見てください。値段すごいでしょ、これですよ。やっぱり軽いなー、すーげー、駒群レプリカ。ちょっと黄色が出てきました。黄色には反応する。うわー、すーげー、 GTR。 そろそろ GTR もどうですか。 GTR、 はい、どうだ。そうっす。いや、そんなことないと思うよ。うわ、軽い。これ GTR 超軽い。あれあれ、感動がね。やっぱ EX0 かぶってるせいじゃないですか。あー、そっか、そこにいてもらえれば。そうだそうだ、これだこれだ。これっすよ、このおもちゃみたいに。これちょっとまずいよね、この軽さは。おもちゃみたい。なんでこんな軽いみたいな。俺かぶってるからやっぱ落差ありますよ。あ、最近みんななんかこれ、うん、この色を探してるんだ。うん、木島来ました。もうキャンプ用品。あったかいね。これは暑すぎだね。さあ、我らが来ました、ティムソンね。月光2、新しいゴム。へえ、ハイグリップでもなんとない。ただすごいいいゴムですよ。へえ、交渉が成立になりましたんで良かったです。よし、じゃあ次行きましょう。さあ行きましょう。だいぶスリムです。スリムだね。入ってるの。ソフトですね。ああ、
ツーリンググレーだったらソフトグレーでいいんだよな。いいじゃん。さあこの辺はね定番吉村、になってますね。お、来ました。サイクロンが。ねえ、これではこちらなんとワークマンでございます。素晴らしい。あれ今回ブース初めてなんですか。そうです、初出店、やはりそうですよね。来ました。じゃあちょっと、はい、ワークマンさんの、はい、今回新しく出た、はい、ハンター株におすすめな、はい、商品というのはこちらですか。あ、まさにもうこの製品になります。はあ、はい、ちなみにバイクだと何かこう利点なところっていうのはあるんでしょうか。はい、ここのフロント部分もよりちょっとこのファスナーが見えにくく、あすごいいたりですとか、あと敵がこう入らないように、はい、止めてあったりですとか、あと収納力もちょっとこだわってまして、まあ、ここの両サイドもしっかり入るポケットを、これは広い、そういったところをしっかりカバーして、これが反射するんですか。反射するんですよ。へで、フラッシュを焚いて写真撮ってもらうと、うん、ここだけピカッて光るような設計になってます。あ、はい、あ、よくお気づきで、この出ているものがですね、お、なんですか。後ろがバックになりまして、で、まあ、しっかり物が入るっていうところと、もう一つがですね、まあ、ショルダーバッグになるという設計になってます。すごい。しかもここにちょっとしたポケットも、そうですね、収納できますし、あと、まあ、余裕を持たせてますので、買い物行ったりですとか、そうしたものをここ収納していただいて、うん、うわー、多機能で、こうショルダーバッグになるという製品になってます。さあ行ってみましょう、体験コーナー。どうなん、なんか下にあるちょっと、まあ、まあまあ、そうか。すっげえ、もうこれアップフェンダーすごいね。うわ、もうそろそろつけますか。はい、これはちょっと目立ちます。ちょっと目立ってダメですか。さりげないぐらい、さりげないぐらい出た。これ涼しいよ、夏これは夏涼しい。もうオーバーレーシング、しかもスリップオンだ。へえ、こっから立ち上げちゃうんだ。あー、そこからだったら値段的にも10万とかいかねえんだろうな。へえ、それは去年から騒いでいた XSR125、結構売れたみたいね。うん、でもやっぱり玉数が少ないということだよね。おしゃれっすよ。おー、110-7017、もうタイヤは 400cc と変わらないと。ちょっと重くないかな、ハンドリングも重くなっちゃうような。さあグレーいいね。これは230のモタード仕様なんですね。スーパーモタード SM、 はい、そうですね。これも秋国内予定出た、レッグシールド、すっげー、レッグシールド、そりゃ快適。はい、それでは最後まで動画を見ていただきありがとうございました。まあ、個人的には今年の東京モーターサイクルショー、まあ見どころないかなと思ってはいたんですが、まあいざ来てみると、まあ普段はね見れないようなパーツを生で見れるんで、まあそれはそれで良かったなと思っております。ですのでまだ土日開催しておりますので、お近くの方、来れる方はね、ぜひ来てみて楽しんでみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。